今回は昨日のモンストニュースでね発表されました美味しいイベント冬オーブ10連ガチャ値引き券デイリーアップグレードガチャですね。これら3つについていろいろお話しさせていただこうかなと思います。やっぱりねこういう美味しいイベントやってきたんですけど、もう残り新春まであと1ヶ月切ってますよと。やはりね、あの新春単独でキャラを見たときに、新春よりもぶっ壊れなキャラクターなんで、そうそう出るわけがないんで、まあ皆さん石を貯めてる頃でしょうと。ただやっぱり、石を絞り取りたい運営さんとの駆け引きがね、この1ヶ月ものすごい熾烈な戦い始まりますよということで、今回は、まあこれら発表されました3つについて、いろいろ話していきつつ、特に、冬オーブだね。石50個もらえますよということで、どこで使おうかっていうのをすごい考えてくれてる方がね、いらっしゃるのかなと思います。まあ、ツイッターのトレンドにもね、入ってましたということで、今回はいろいろ話していきますけど、特にこの冬オーブだね。冬オーブの使い方について、いろいろ話していこうかなということで、やっていこうかなと思います。よろしくお願いします。というわけで、まずはね、10連値引き券についていろいろ話していこうかなと思うんですけど、これに関してはね、何度か来てると思うんで知ってる方もいるかと思います。内容に関しては、10連ガチャが値引きされるチケットということで、まあ書いてある通りだね。本来だったら10連するときに石50個使って10連ガチャ引くんですけど、このチケットを使うことで40個で引けますと。なので10個お得にガチャが引けますよっていう感じになってくるね。だからこのチケットのある分だけそんなお得なことができますと。じゃあこのチケット自体はどうやって入手するかっていうと、もちろんね、1日1個石を使って交換ってことはなくて、普通にミッションをこなすだけの無料でね、このチケットは入手することができますという感じになってます。まあ内容に関してもね、SNS 投稿したり、タイムシフト活用ミッションとかね、ちょこちょこやってるミッションなんで、内容としてはものすごくシンプル。もう始めたての初心者さんでもすぐにやることができて、合計で3枚入手するんで、3回割引で10連できますよっていう感じになってるね。ただ注意点として、ミッションはこれ挑戦期間10日間しかないんで、そこはね、忘れず使う方はこれやっておきましょうと。で、ゲットした後も、これ使用期間があって、12月の2日から12月の13日、この間にこれらのガチャが開催されるんで、使用対象はここのガチャになってますよ。だから来年の新春とか、これら、12月のね、13日以降に開催されるガチャには、値引き券適用されないんで、使いたい方は、これらでしっかり使いましょうっていう感じになってるね。もちろん、石10個割引されるとはいえ、40個の石は使いますんで、いやいや、自分の石使いたくねえしっていう人は、特にミッションもやらず、このチケットも消化せず、終わらせていただいても全然問題ないかなと思います。引きたい方は、お得に引けるよっていう感じのものになってるね。そしたら次に、ログインで10連ガチャがだんだんと強化されていく、デイリーアップグレードガチャだね。これね、ツイッターで勘違いされてる方もちょこちょこいらっしゃったんですけど、これ、無料です。石は一切使いません。なので、いやー、石使うんじゃ興味ないさみたいな感じのね、意見がたまーにあったりしたんですけど、石は一切使わないんで、もう安心して、これはやっていただいて OK です。で、内容に関しても、これ、歴代の無料の10連の中でもめちゃめちゃうまい部類のものになってて、まあちょっとね、9日間ログインしないと最大の強化までいけませんよっていう仕組みがあったりして、ちょっとそこはね、気をつけていただいポイントになってるんですけど、ただ、最大までデイリーアップグレードガチャを強化する。ログインするだけで勝手に強化されるんで安心してください。で、それを最大強化されると、星5の確率が 25% の10連ガチャ、限定キャラもしっかり排出対象、もちろんディアボロスとかね、サンズとかの最新の限定キャラの部類も排出対象。そして、確定枠も1個あって、限定キャラが絶対に1体出てくるという、超うまいものになってるんで、いや、これはね、絶対に逃してはあきませんと。で、限定キャラ1体だけど、すり抜けもね、25% あったりするんで、普通にね、残りの9枠から関係ないキャラがね、出てくる可能性っていうのも、めちゃめちゃあり得たりします。調べたら多分昔のいろんな人がね、弾いてる動画っていうのも出てきたりするんじゃないかな。だから本当に美味しいんですよね。で、気をつけていただきたいのが、これ、ガチャなんですけど、期間中、これ期間が19日まで開催されてるんですけど、最大強化まで行った時か、19日の強化期間が終了になった時まで引くことはできません。だから、途中まで溜まったから引くみたいな。そういうことは、強化期間のギリギリまで待たないとできないっていう感じになるね。なので基本的には、最大まで強化してから引くっていうことになるんで、勘違いして、あ、やべ、しょぼい状態で引いちゃったみたいな。そういうオチになるってことは、本当に最後の最後まで起こらないから気をつけていただいても大丈夫かな。で、あとは本当にこのガチャはね、かな
なり美味しいし、ワンチャンここでね、もう例えばサンズとかディアボロスとかのね、自分が欲してるめちゃめちゃ強い限定っていうのが出る可能性があったりするんで、まあ今やってきてるね、クリスマスアルファのガチャとか、そういったものは、これ引いてからでも全然間に合うんで、ちょっとそこまでね、考えていただいてから、そのクリスマスアルファ引くのを私、おすすめさせていただきます。玄関機のね、全限定が出てくるんで、例えばアジテーターの適正でね、例えばその、クリスマスガチャ引こうかなって考えてる人も、もしかしたらこれでナイトメアが出るっていう可能性もね、全然あり得るんで、そこを気をつけておきましょう。そして最後に、冬オーブですね。これから石を絞り取ろうと考えてる運営さんが、わざわざ石を50個も配ってくれましたということで、いや、これは本当にありがたいね。これでいろいろとお試しガチャが引けますよと。で、配布期間が来月の12月1日から31日までに1回ログインしたら OK ということで、特にそんなめんどくさい縛りもなかったりする。ただ注意点として、12月中にこの冬オーブというのは使ってしまわないと消滅してしまいますので、何でもいいんで50個のこのもらった石はボックス拡張でもガチャでも何でもいいんですけど、絶対に使い切るようにしておいていただきたい。来年の新春に持ち越すことはできないので、そこだけは絶対に気をつけていただきたいポイントかな。で、今回の動画の一番のメインなんですけど、どこで、じゃあ、この石をね、使うべきかという話。まあ皆さんもどこのガチャで使おうかっていうのを考えてる方だと思います。で、12月中に発表されてるのは、まだ現段階だとクリスマスアルファのみなので、あとは復刻か。クリスマス関連のそういうアルファ系のみなので、どういうガチャがやってくるのか。その辺もね、一応話そうかと思ったんですけど、よくよく考えたら1ヶ月前に似たようなこと話してるんで、まあ今回、ちょっとね、そっちとも被っちゃうから話す内容が。だから今回は、どのガチャに引くのをおすすめしてるか。もうおすすめのガチャのみ。話していこうかなと思います。だから一応、今回その12月中にやってくるガチャのその一部だけでも、こういうクリスマスのね、復刻とかやってくるんですけど、もう、引かなくていいやみたいな感じの話で終わっちゃうようなところは、私一切話しません。もう、その辺の細かい話聞きたい方は多分そっちのね、昔の動画、概要欄にリンク貼っておくんで、そっち見ていただければいいかなと思います。なので、本当におすすめのものだけ話すんで、そっち、どれかに使っていただければいいかなということで、やっていこうかなと思います。あとはね、ちょっとこれ言い忘れてたんですけど、デイリーアップグレードガチャ。これに関しては、石を使わない無料のガチャになってるんで、これを引いても、星玉はたまらないから、安心してガチャ引いていただいて OK なんですけど、こっち。冬オーブだね。これに関しては、運営さんからいただいた石とはいえ、石を使ってガチャを引くっていうことにはなりますんで、星玉たまります。だから、ツイッターの方でもあったんですけど、いやもうすでに星玉49とかに調整してるから、冬オーブもらっても、ちょっと使用期間までに引きたいガチャ来なかったら困るな、どうしよう、ボックス拡張とかで使わざるを得ないみたいな、そういう意見もあったりしたんで、ちょっとここはね、気をつけておいてほしい。すでに調整を置いてる人は、この冬オーブ消化しなきゃいけないんですけど、その星玉が溜まるっていうことを理解して、ガチャ引いていただくか、まあ、使いたくないんだったらちょっとボックス拡張とかそっちの方向になるんで、そこら辺、ちょっと気をつけていただければかなと思います。そんなわけで、おすすめの使い方、いろいろ話していこうかなと思うんですけど、一つ目。夜桜さんのコラボに使うっていう選択だね。一応これは、ありといえばあり、その冬オーブ自体は12月1日から配られるんで、この夜桜さんのガチャ自体は、12月の2日のお昼12時までやってますんで、ちょっとだけ約1日ぐらい、このガチャを引く期間があります。なので、ね、夜桜さんのコラボもうちょっと追いたいなーっていう人は、このガチャ引くっていうのは一応ありかな。キャラクターに関してもね、テンハチとかアブピッシャーで使える双葉、で、ビリミスクの現環境は周回するときは絶対にこのキャラ使う京一郎。で、まとめ動画出した時には、その、使いどころわかんなかったけど、今ではもうね、ゼーレと、あとは一応コラボ超究極の川下誠で使える太陽&睦美もいますよということで、しっかり使いどころがね、あったりしますよということで、ここら辺にね、何か目的があるっていう人は、一応引くっていうのはあったりします。ただまとめ動画でも言ってたけど、全員がちょっと、各々のいけるクエストを完全にぶっ壊してるかっていうと、ちょっとなーみたいな、まあ、ゼーレの太陽は強いけど、まあ、天八のね、双葉とか、あとビリミスクの京一郎は、これからもね、強い適性出てくるというか、むしろ天八だったらもうナイトメアアルファっていう強い適性も出てきたんで、まあちょっと、人によって引く引かないはね、いろいろ判断あると思うけど、まあ、そんな感じになります。だからそこら辺いろいろ考えて、この夜桜さん引くかどうか最後に決めていただければ。一応、星マークでおすすめ度も書いてあるんですけど、まあ、万人にちょっと夜桜さんはおすすめできないかな。本当にもう、そのクエストに目的があるっていう人向けの感じになってるんで、まあ、おすすめ度は 2.5 っていう感じで、他の感じもこの星のいくつみたいな感じで紹介させていただくっていう感じでやらせていただこうかなと思います。なのでね、まあ、一応これ引けますんで、狙う方は狙っていただければっていう、もらったから記念10年やっておこうかなっていう人ももしかしたらいるかもしれない。で、二つ目に、ゼーレだね。
これもちょっとモンストニュースの時にも言ってたけど、ゼーレのバトルカードの交換、その石結構使うから、これである程度は補いますと。で、注意点として、私ちょっとこれ発表された時気づかなかったんですけど、50枚交換できるじゃんって思ったら、そういえば1日1個の交換なんで、12月は31日しかないから、31枚分しか石1個で交換できないから、ここがちょっと注意点なのね。結局、最小消化でも96個使うんで、まあ、65個はちょっと自腹商品になっちゃうから、まあ、税でのね、頑張ってるっていう方は、これに使うっていうのも全然あったりするかな。で、残った19個分の石は、まあ、ボックス拡張なり、シングルガチャなり、ちょっともったいないけど、オーブの交換石5個のレートになっちゃうけど、それで使うっていう、これで一応3枚は交換できますから、だからそういう時に使っていただければっていう感じで、ゼーレガチ勢の方は一応やっていただければっていう感じになってます。ただ万人にはおすすめできないんで、星は1とさせていただいております。で、3つ目に、まあ、ボックス拡張とかその辺だね。さっきも言った通り、その、星玉を調整して、新春で絶対に星玉使いたいよっていう人は、ガチャを引けないので、じゃあどこで使うかって言われたら、ボックスの拡張に使うか、あとは一応、神獣神玉の採掘権だね。ここでも一応使うっていうことは、やろうと思ったらできます。特にね、神獣進化の、神獣神玉は、ものすごい枯渇しがちになってくるんで、まあ、ここでね、採掘券を購入して使うっていうのは1割かな。もしくは、ゼーレのね、交換で余った19個っていうのを採掘券だったり、ボックス拡張に使うっていう考え方もありになってるね。ただ、ボックス拡張についてはね、無料で配られたり、あと、新春になったら20枠の拡張をくれたりするんで、一応そういうのが未来であったりしますよということで、その辺はちょっと使う、ガチャに使いたくないよという方は、この辺に使っていただければかなと思います。で、こっからが、本命のね、12月に開催されるガチャとかのいろいろな話になってきますね。そしたらまずはね、おすすめ一つ目。クリスマスアルファですね。やはり昨日発表されたクリスマスアルファは、おすすめの一角を担ってますよと。で、一応星は暫定的に3つとつけてるんですけど、これはやっぱりまだ使えてないからですね。性能が発表されてるとはいえ、まだちょっと使えてないんで、どれぐらい強いかは最終的にいろいろ判断して、またどこかで話すことになるかなと思います。あと、ここから、値引き券がちゃんと使用可能ですよということで、ちゃんとね、このガチャを引こうって考えてる人は、ちゃんと値引き券を回収してから引くようにしましょう。30連仮に引いたとしたら30個の差額が出てくるんで、この差はね、やっぱり新春に向けてちょっとでもね、貯めておきたい。で、性能興味なくてもね、可愛いから引くって言う人結構いらっしゃったんで、まあ、そこら辺含めて、やっぱり気にしていただければなと思います。まあ、最終的にはね、いろいろな情報もここから出てくるんで、即座に引くっていうよりも、待った方がいいかなっていうのも一応言っておこうかなと思います。で、各々のキャラの性能に関しても、まあ、ちょっと使ってみた動画はすでに出てるけど、私初見で使ってみたやりたいんで見てないから、まあ、なんともなんですけど、まあ、T8 でね、このバフキャラのナイトメアルファは、まあ、まず、最強パの一角には絶対なるでしょうね。だってもうバフだもん。バフが弱いわけないじゃん。もうエンベズラーのルミナスとか、アジテーターでのナイトメアとか、ホーサーでのニノしかり、もうバフができますよっていうキャラは、絶対に最強のキャラの一角に絶対になるんですよね。だから T8 でもね、もうナイトメアルファが、弱いわけが、まあないと思う。もしこれが弱いって言われることがあったとしたら、もうバフの倍率が、1.2 倍とか、まあ、それぐらいの倍率だったらちょっと弱いって言われるかもしれない。まあ、でも梅さんね、そんなことしてこないと思う。信じてます。はい、そんな感じになってます。で、性能に関してもね、やっぱりちょっとバフキャラでこれね、超珍しいんですけど、バウンドチャージ持ってるし、短縮も持ってるのよね。まあ、バフキャラにバウンドチャージつけたらどうなるかっていうのは、ルナしかり、ニノしかり、もう皆さんすごい痛感してるかと思います。やっちゃダメでしょ、これって。みんな思ってんじゃないのかな。だから、T8 でもマドカの SS とかも早く溜まるし、やばいと思うし、あと、バフの倍率がナイトメアと同じで2倍だったら、これね、マドカの特権だった、縦の雑魚のワンパンがさ、すごい楽になるんで、特にボス1のあの4体同時処理がさ、誰でもワンパンできるんだったらすっごいはかどると思うんですよね。だから本当にマドカアルファとの組み合わせを結構考えてるけど、シャルルマーニュとかボクデンとかの組み合わせと合わせてもかなり楽にしてくれるか、むしろフレンドで見かけたら絶対に入れたいキャラナンバーワンみたいなポジションにマドカよりも優先されそうな可能性は私結構思ってんのよね。まあ、その辺はまた最終的には色々使ってみてから判断することになるかなと思います。で、二人目に、オデュッセイアルファ。これも完全にアジテーター特攻ですね。アジテーター以外でどっか使えますかって言われたら、多分なさそう感が結構すごい。で、幻影キラー L と友情コンボにこれいろいろ乗ってきて、砲撃型、ユークリもありますよということで、もうリルキが言ってたけど、なんか友情コンボゲーがすごいらしいですね。多分使ってみた動画見たらその辺もわかるんじゃないのかな。ちょっと初見でやりたいんでそこら見てないんですけど。で、あとスレッタと一緒で超レダスと M 持ってるから、アジテーターのね、時計に向かって撃つやべえレーザーをバババババって受けてヒットポイント回復の方にビビビビって回せますよということで、だからスレッタと同じなんですけど、
うん、持ってない人はすごい救世主になると思うし、あと、これはちょっと予想なんですけど、スレッタを仮に持ってたとしても、アジテーターの最強パーティーをじゃあこれから組んでくださいよと言われたら、もしかしたらスレッタがリストラされて、火力の方にね、オデュステアルファ向いてるんで、こっちの方が優先されるっていう場合は、もしかしたらあるかもしれない。まあ、その辺の最終的な判断は、使ってみてから、いろいろ決めることになるかなと思います。ただ最終的にね、モンストっていうゲームは、火力で押し潰すっていう攻略の仕方がいっちゃん早いっていうオチが一番大きいんで、まあ、多分、スレッタ使って回復しながら戦うよりも、もう、オデュッセイアでゴリ押した方が強いんじゃねみたいなオチになりそうな気がする。もしかしたら防御ダウンしなくても削れるっていうオチがね、あるかもしれない。で、3人目に、ボグデンアルファ。このキャラに関してはね、まあ、はっきり言って、現環境で使うかって言われたら、まあ、使わないかなと思う。もちろん探せばね、なんか上手い使い方がありそうだけど、まあ、万人におすすめできる使い方ではないかな。ただ、新春の砲撃キャラの相方っていうね、モンストニュースの時にも言ったけど、この噂がすごいんですよね。特に新春のキャラは、光属性って結構噂されてるんで、同じ属性で、こんだけサポーターに向いてて、今の環境でこいつ何って言われてるのは、なんか未来に向けた可能性を秘めてる。みたいな。そういうことが結構言われてるキャラクターになってます。だから今今日見なくても、将来的に、あ、こいついるキャラだったのかみたいな。オチになる可能性がありますね。だから一時期のタムラマロとヤクモのコンビみたいな。で、タムラマロは工場キャラだったからすり抜けなりガチャリードラカードであったけど、このキャラはアルファなんで、もう分かった時にはもう遅い。だから追放系ナロー小説みたいな。そんな感じになってます。いや、お前はもういらんから別に引かなくていいやって思ってたらね、いや、後からいるやん、こいつ、ないと使い勝手全然ちゃうぞ、みたいな。帰ってきて、みたいな。そういうオチになね、なる可能性ない。ただ、言っておくと、これは、相方なんで。相方を取りに石を使って本命の新春砲撃が引けないというオチだけは本当に避けなきゃいけないんで。そこだけはね、皆さん勘違いしないようにということで、本命は新春なんで、こっちをしっかり狙って、その余力で、こっち引きましょう。そんな感じになってます。で、次に、劇中限定だね。まあ、これに関しては昔から言われてるんで、パパーって言っていくけど、まあ、貴族性がすごい怪しいですよと。で、庭園の5か10にね、来るんじゃないのかなって、一時期私すごい言ってました。ただ、新しい可能性が浮上してきて、なんだっけ、名前忘れてたけど、水の豪鉄ですね。これの適正になる可能性もでかい。ここら辺にね、気にかけてる方いたら、これは引きに行った方がいいかな。まあ、ちょっとスペックも性能も何も分かってないんで、適正の場所も。だから一応星3つで止めてるけど、なんか大したことなかったら星下がるし、大したことあったら上がるかもしれない。で、一応値引き券もね、使用可能なんで、ここは気をつけておきましょうと。で、さっきちょろっと言ってた、その豪絶の適正の券なんですけど、やってることは去年と一緒なのよね。去年は、火の豪絶ママゴアシ来ますよ、12月9日ですよって言ってて、へー、誰が適正になるんだろうと思ってたら、なんかギルティが新しく発表されて、12月8日にこれ降臨するんでって。いや、もうこれ引かせる気満々やみたいな。まあ、そんな感じのオチがあったんで、ちょっとこれやり口一緒だから、貴族性が来そうっていうのも結構濃厚だし。だからね、水のその豪絶の適正、来週のモンストニュースで多分劇中の情報は出てくると予想してるんですけど、その時にね、これの適正として実装されそうな感は結構あったりするんで、そこ気にかけてる人は劇中引きに行った方がいいかな。ただ、劇中はね、基本的にいつでも 0.6% ピックアップ空いてるんで、興味ないっていう方は新春に向けてね、他のガチャに使ったり、ボックス拡張とかそういうのに使ったり、いろいろやっていただければいいかなと思います。で、次に、コラボですね。いや、私予想では12月前半は工場でね、我々休ませて、12月後半に絞り取ってくるみたいな予想してたんですけど、いや、まさかちょっとコラボもするし、アルファもするし、みたいな、そう、8月とか6月と同じことしてくると、私さすがにちょっと運営さんの絞り取り力舐めてたわ。いや、こんなにやってくと思わなかったね。だってもう、これ工場来るわけないと私思ってるもん。だってクリスマスアルファがさ、ほぼ1週間、ね、10日ぐらいしかないのに、工場2週間3週間もするわけないじゃん。もうこれコラボでしょ、コラボ。っていうか木曜日のモンストニュースからの金曜日コラボ開始のコンボってモンストさんのもうやりまくってるお家芸なんで、まあコラボの可能性もものすごいはっきり言って濃厚です。だからクリスマスハラをね、引きたいよって考えてる人も、この可能性が出てくるんで、もう好きなコラボだったら、ちょっと引かなきゃいけないっていう人も結構ね、いらっしゃったりするんで、ちょっとクリスマスアルバ考えてる人も、モンストニュースの情報出るとか、さっき言った通り劇中の情報出るとか、これ発表されてからでもクリスマスアルバ引きますので、しっかり待っていただいてから引くのをおすすめさせていただきます。これちょっとね、どっち引くかっていうのをいろいろ決められるんで、ちゃんとその辺見てから引くようにしましょうという感じになってます。で、この辺がね、まあいろいろと分かってる時なんですけど、これですね、最後。振り返りガチャ。いや、これはね、石をできれば使いたい。まあ、正直私ね、星玉調整新春に向けてるっていう人も結構いらっしゃるんですけど、旨味だけを考えるんだったら、ちょっとコスパ
星玉のコスパだけを考えるんだったら、振り返りガチャに使うのがいっちゃんコスパええと思ってる。もちろん理想は星玉で、新春のキャラがうまいけどバーンって出るんで、ちょっと理想を求めず100点求めるそっちなんですけど、まあ、70点、60点取りやすいのどこですかって言われたら、まあ、振り返りガチャにはなってくるかな。まあ、内容としては前話した内容と一緒なんで、パッパッと話していくけど、その年に実装された1月から6月のキャラがまとめられて確定枠とかでいろいろ出てきますよみたいな、まあ、そんな感じの10連ガチャになります。これは石使いますんで冬オーブンも使えるから、一応ちょっとねこれ振り返りの前半と後半を引くことになると、ちょっと自前のオーブを50個使うことになってしまうんですけど、まあ、冬オーブで無料で50個出せるんで、ちょっとねこのガチャはうまみでかいんで新春前でも引けっていう意見がすごい多いんですよね。で実際一応出るキャラはここにまとめてあるんですけど、正宗しっかりいろいろいたりする。ちょっと前半はね、まあ、正直言ってちょっとうまみが薄いんですけど、問題後半なんですよね。もう後半も多分これ以降おそらく増えることはほぼないと思う。多分劇中限定がここから増えるくらいになってくるかな。でクリスマスアルファもおそらく対象になると思うんですよね、前半のガチャになってるから。だからそれになってくると 50% 以上の確率で限定かアルファが出る。でも限定も今ブイブイ言わせてるキャラばっかだし、アルファももうブイブイ言わせてるキャラしかもういませんよみたいな感じになってるんで、いやこれね、しかも工場もね、ひなぎぬしかり天球のキャラとかマムルとか結構ね工場でも使えるキャラがマジで多いんですよ。マジでもう工場だからうんちみたいなキャラは本当にね、まあほぼないと言っても過言ではないかな。だからそういうところも含めてちょっとこの後半のガチャがね、うまみすっごいんですよね。だこれにね、できればちょっと、まあ運営さんの資格ではないけど私は。ただこれは本当におすすめ度高かったりするんで、ちょっとここ気にかけておいた方がいいかな。まあただこれ、もしちょっとクリスマスアルファがね、運営さんの意地悪で入らなかったら、まあちょっとうまみ度落ちるんで、っていう感じになるから、ちょっとそこは運営さんの優しさをね、見せてくれることをね、期待してますよ。運営さん。ね。運営さん優しさ見せてくれますよね。ね。まあそんな感じで言っておきます。そんな感じでちょっと振り返りガチャとかもね、いろいろありますと。で、振り返りガチャこれ入ってきたらマジでおすすめ度って言ってもいいぐらい私はおすすめ度高いかなと思ってるんで、そんな感じで、いろいろ、ちょっとおすすめのガチャ、まあ劇中しかりいろいろとね、コラボしっかり紹介させていただきました。で、何度も言うけど、クリスマスアルファやってきますけど、この終了の期間までに劇中来たり、コラボ来たり、いろいろやってきますんで、そういう情報をいろいろ見てから、クリスマスアロハ、もう泣いてみや可愛い飛行みたいなノリで引いちゃって、後からやばい情報出てきたら後悔する可能性もあるんで、待っていただければいいかなと思います。この話はすごいたくさんこれからもすると思うんで、よろしくお願いします。はい。参考になったら幸いです。ごきげんよう。